Good evening, YouTube。皆さん、こんばんは。今日はですね、僕らの、もともとのお仲間であります、キム・アソン先生をお呼びして、美容形成ですね、のお話について、伺おうと思います。それでは早速ですけれども、アソン先生のご略歴をじゃあご紹介しながら、少し経歴についてご質問をさせていただこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ですね、キム・アーソン先生、1980年生まれだから僕のご個下ですけれども、チェジュ島のご出身ですね。そうなんですよ。はい。韓国のチェジュ島のご出身で、2005年に、ドングクユニバーシティ・カレッジ・オブ・メディスンを卒業されたと。いうことで、で、その2年後に日本の医師免許を取得。この2年間っていうのは何やってたんですか？1年間はアメリカの留学をしてまして、ほうほうほう。10ヶ月間ニューヨークでですね、そう最だった初ね。は USMLE 取ろうかなと思った気はい持ちではい。アメリカ行ったんですけど、まあ、普通に飲み食いしてたら1年が過ぎて、ちょっとこれじゃまずいなと思って日本に戻っなるほど。て、いわゆるその日本の予備校みたいなのあるじゃないですか、国家試験はいの、はいはい。いわゆる浪人生たちがいて、テコムっていうか、そういうテコ塾にム。通いながら、1年はあ、は間準備して国家試験に挑んだって感じになります。あ。なるほど。そういうふうに取る。まあ、そうは言っても、日本語もね、まあ、非常に上手っていうか、ペラペラですけれども、日本語ってなかなかそんなにね、1年でどうこうっていうふうに学べないと思うんだけど、もともと日本語はできたんですか？僕は高校3年間、日本で親の仕事で日本で高校通ってて、韓国の、まあ、インターナショナルスクールなんですけど、な上る智ほ大のど。隣に東京韓国学校。はあはあはあ、なるほど、そういうそことのだったんです時ね。に、ある程度日本語は学んだんですが、まあ、しかしやっぱり国家試験っていう話になってくると、未だに覚えてるのが、そのテコムに座って、チャプター1が循環器だったんですよね。循 環そう器、なん一だ。番最初。三笘循環器つって、そこ一番最初開けた時が、動機って書いてあったんですよ。なるほど。それを見て僕はもう驚愕してるわけなんですね。動機って何よって。パルテーションっていう言葉で学んでて、パル動テーくシまでョン。は読めるけど、その次の漢字なんてもう読みはあはあ。もしない漢字。え、これなどうるしほようっていど。うことって。確まあ、かそに、動こ機かのら、部分ははね、い、動機がパルピテーションっていうこの概念、すべてのメディカルタームを日本語に切り替えるのがあまりにもストレスすぎて、そ夏う後半だずっね。と、ずっとケロ入ってました。そっか。まあまあ、はい。そうは言いながらも、特に浪人もすることもなくですね、ちゃんと、医師免許取って、で、はい。女子大に、まあ、入られたということなんですけど、はい。そのまま韓国で、なんていうか、ドクター、メディカルドクターをやるっていう選択肢はあんまりなかった。そもそも僕はやっぱり韓国からの海外に出た理由っていうのは、一回きりの人生、できればですね、もっといろんな多様な経験をしたいし、なるやっほぱり自ど。分の国より大きな国で医者になりたいっていうのがやっぱ夢だったんで。はあはあはあ、韓なるほ国ど。で大きな国でもっとやっぱ最初アメリカ、その後やっぱ日本っていう形だったんで、そこで韓国に戻るという選択がなかったですね。なるほどね。それがまあ今に続いてるんだと思うんですけども、まあ、女子大の、研修医として、まあ、2007年から2年間やって、で、そのまま循環器内科に入って、その時にまあご一緒させていただきましたけれども、大変お世話になりました。いえいえ、3年目、4年目を過ごして、で、5年目から、医者5年目から済生会の栗橋病院。で、その2年は後い。に、西新井のハートセンター病院で、ここでも、まあ、一緒になりましたね。はい。で、その3年後に、多摩北部医療センターに、移られて、で、2018年に、まあ、女子大退局して、ビアンカコスメティックサージェリー&メディカルスパというところに、まあ、入職されたということですよね。まあ、ここが一番のターニングポイントだったと思いますけれども、まあ、そもそも、まあ、結構長い間というか、まあ、10年近く、まあ、10年か、循環器をやってて、まあ、一緒にカテーテルインターベンションなんかもやったことありますけど、それだけ、まあ、循環器に割とどっぷり使って、いながらですね、突然、この、まあ、僕らにとってみれば突然ですけれども、美容の世界に行こうと思った一番の大きなきっかけ、理由は何ですか？
多分先生方もこうやって循環器に入った時に、自分のこのキャリアを考えた時のそのライフプランを決めると思うんですよね。いつどういう形になるか。まあ、循環器っていうことをやり始めると、例えば大学に残って、いわゆるそのスタッフとして働いて、いずれまあ上の、まあ、教授だったり、そういうのを目指すのも一つもありますし、じゃなければ、出向先での自分の居場所を見つけて、そこでですね、医局をこう支えるような存在となるのも一つですし、あとは多くはやっぱり開業という形そうですで、ね。自分の、いわゆるその、の残りの人生の、まあ、夢を実現する場所を作るっていうのが多分一つだと思うわけなんですよね。で、僕もやっぱりそのずっと循環器って、やっぱ患者さんのやっぱバイタルを握って、まあ、自分が一番憧れだったらこう循環器に入ってずっと仕事をして、一通り回って一人でカテーテルができるようになった時に、その次のキャリアアップを考えた時に、次は何だろうってずっと悩んでたわけなんですよ。やっぱり先輩方のように、その新課程をずっと突き進めるか、じゃなかったら開業したときに、どのような形でクリニックを作るかっていうのを考えたときに、まあ、そのきっかけの中では、まあ、子供ができたり、やっぱそのライフワークのバランスを考えて、QOL とかいろんなものが入ってくるとは思うんですが、そうですね。どうぞ。で、そのライフワークのバランスを考えて、まあ、開業するという選択肢を取ったときに、やっぱ今までその患者さん一人一人に、まあ、夜もね、もう昼もずっと付き合ってたわけじゃないですか、僕たちって。で、それを、いわゆる自分もいろんなとこバイト行ってたわけなんですけど、一般的なこの内科で開業したときに、その患者さんとの、僕、もともと人と絡むのが大好きなので、そうだね。例えば来て、ちょっと3分からまあ10分ぐらいお話しして、じゃあまた来てくださいねって、そこでバランスを取れるかなっていうのがまず一つと、ちょっと寂しい感じがしたんですよね。なるほど、寂しかった。そう、もうちょっと時間かけたいなと思って。で、そうなった時に、時間かけようと思ったらお客さん一人一人に対しての、やっぱりね、時間に対しての客単価っていうのを考えると、何がもうちょっと長くずっと話して付き合えるんだろうっていう時に、もともと昔からアンチエイジングがずっと興味があって、アンチエイジング、なるほど。再生とか肌とか、まあ、循環系のところでも、調子でもいろいろ研究はされてて、ああいう話があった時に、やっぱりアンチエイジング再生、これから来るだろうと思った時に、日本ってやっぱりその医者のその権限って結構大きくて、逆に保険だとできないこととか、美容とかだといろいろ先生の判断のもとでこれやってもいいですよの領域が結構広いんですよね。自由診療のね、なるほど。韓国だと違法です。いや、そういうのやってはできません。幹細胞とかいじれませんっていうので、韓国が逆に日本に来てやるのを、日本だと、まあ、どういう基準か分かんないですけど、実際やってみてもいいですよ。先生の判断のもとでっていう話になったときに、ここは結構面白いんじゃないかなと思って。で、やっなぱるそほこのど。世界を見てみると、お客さんとやっぱり時間かけて、もともとその客単価自体が保険とは全く違うわけですので、それを目指してなんか新しいものが見つからないかなと思って、最初やっぱり美容を学びたいな。美容、やっぱアンチエイジングやろうと思ったら美容なしでは成り立たないんで。アンチエイジングね、なるほど、で、自分が実際循環器内科で体の中のもの、マイナスからゼロまでするっていうのは、ある程度もう先輩方のご指導のもとで自信がついたので、じゃあそしたらゼロからプラスにするような治療。で、今までのその病気じゃない、病気じゃなくても、やっぱり人ってやっぱ幸せになれなかったり、やっぱ悩みあるわけですので、なるそういっほたもど。ので別のアプローチができるようなものをつけると、今まで自分が培ってたその知識で、そこまでついたらもう無敵になるんじゃないかなって、そういう妄想もあったりして、なるほこれど。は美容医って学んで、アンチエイジングを含めて全部やってできるようなドクターになろうと思って、なる教ほ育ど先回っね。て転職します。よくわかりました。ご兄弟がね、弟さんと妹さんも日本で働かれてますけれども、妹さんは、もう少し早く美容の世界に行ってたのかな？そうですね。妹は女子大で研修が終わった直後に、もともと循環器内科入りたいって僕に相談されたんですが、そうなんだ。僕はもう単語、それはダメだっつって。そうなの？それは絶対ダメ。もう年も年だし、今からもう循環器入って、おっぱと同じ、その険しい茨の道を歩かすわけにもいかないっつって。そっか。それで、美容のところはどうって提案したのも僕なんで、今はその湘南美容も、外科というところで新宿本院の副院長までもう上り詰めて、コーナースタープレイヤーになってるんで、まあ、正しい選択かなと思ってます。なるほどね。その妹、変な話、妹さんに紹介しながらも、妹さんからもその影響を受けたっていうことはありますか？
もちろんあります。やっなぱるほど。妹が美容に入って、患者さん、妹も最初の3年間ぐらいすごい苦労してたんですよね。やっぱり、その美容っていうのはやっぱり保険外なので、単純に患者さんが座ってるからって来るわけじゃないですし、お金も、ね、僕たちとか提案とかそういうのはしっかりしないとできないわけなんで、妹がそこから成長していって、やっぱ患者さんを幸せにするっていうのを、そのインスタだったり、YouTube で見てると、なんて素晴らしいんだ。もう本当に妹に二重の手術をした患者さんとかが、笑顔と涙まみれた笑顔をするんです。もう泣きながら笑ってるんですよね。なるほど。そういうのを見ながら、こんなに感謝される仕事なんだと思いながら、魅力的だな、なんかいいなと思ってっていう話もあって、まあ最初妹に一回相談したんですけど、俺美容やりたいから、湘南入れてくれないかって言ったら、それはダメだっていう。それはなんで？いや、仕事しづらくなるって。ああ、そっか。それはなんとなくわかりますね。はい。なるほど。で、ビアンカで、3年間修行を積まれたのかな？で、今年の2月にクリニック K を会員されたということですかね。そうですね、ビアンカ入職して、年月で見ると2年半弱ぐらいになるとは思うんですけど、そこで自分の美容の、もともと本来オペとかそういった環境に関しては、ある程度こう通じるところはあったんですけど、やっぱりそれとは全く別の世界なんですよね。保険外の美容の世界っていうのは、自分が知識があったり、それでなんかオペができるとか、そういうのがあるからってすぐできるわけじゃなくて、その他のものに関してすごいですね、堀田先生という素晴らしい、院長の下でトレーニングを厳しくさせてもらって、それで開業っていう形になります。なるほど。まあ、もともと、器用でね、パンクチャーとかも非常に上手でしたけど、なんていうか、2年半のトレーニングで、メスはもう十分握れるようにはなってるのかしら。僕の中でやっぱり2年半で、実際僕今オープンしてるクリニックっていうのは切開のオペはしてないんですね。おー、へー、なるほど。その理由としては、まず僕はノンインベシブな、いわゆるその非侵襲的な、いわゆるアンチエイジングなので、ダウンエイジングっていうんですかね。ほうほうそほうほう。こをゆっくり、極力変えないっていうのがまず一つで、目指してるところはそこが一つっていうのと、やはりオペで上手くなろうと思ったら、2年弱とかじゃ、そうだよね。やっぱり上手い先生にはかなわないわけなんですよ。で、かなわないのに、そこを自分がこうやって握って、患者さんのことをきれいにして幸せにするってことは、ちょっと難しいところがあるわけなんですね。なるほど。で、そこをじゃあ、ここから7、8年、何歳までそのトレーニングを積んで、それを超えていくかってを考えたときに、じゃあ、それは違うぞと。やっぱ自分が一番自信持って患者さんに提供できるものを特化した方がいいと思って、僕は自分に合ったようなクリニックを作るために開業に行った。なるほどね。すごく、なんか自由な発想っていうか素晴らしいですね。っていう方は逆に言うと、もちろん、今後ね、そういった、トレーニングもさらに研鑽を積んで、そういったこともできるように、していくのかもしれないですけど、そういうやり方じゃないやり方っていうことでも十分やれるっていうことですか？そういうのは、なんそうでか、すね。モデルはあったんですか？特別モデルは存在しないんですけど、やっぱりもうね、先生から見るとね、僕はいつまでも可愛い後輩で、あかん気分になるかもですけど、僕もね、もう40過ぎてまそうしだて、ね。確かに。やっぱりいわゆるその技術を学ぶこのピークっていうのは必ず存在するわけじゃないですか。そうですね。そのピークを今から持ってくるには、やっぱオペっていうのは、やっぱり自分の中ではですね、ある程度、もうこれをですね、どう考えるべきか分かんないんですけど、そこの目指したときに、その後のライフプランを考えたときに、タイミングが合わなくなってくるんですね、自分の中で。そうですこういったね。クリニックを作って、こういった、例えば、店舗を展開するかするのは分からないんですけど、それを考えたときに、その努力を別のものに突っ込んで、自分のことを成長させた方がいいんじゃないかな、ということがあって。で、やっぱりうまい先生は必ず存在するので、僕はそのような先生だと仕事を一緒にすればいいだけの話なんで、そうですね、確かに。で、ロールモデルは存在しなかったんですけど、だからこそ自分なりにできるものってを今ずっと模索しながらクリニックを運営しているような形になります。なるほど。いや、よくそれで会員まで踏み切ったなと思いますけれども、今見えてますかね？クリニック系の、ウェブサホーイムページト、ですね。ホームページですね。とても素敵ですけど、これはプロに頼んだのかしら？もちろんそうですね。こそうれはだプロにね。頼んで、極力シンプルで、なおかつ、分かりやすいなホームページにしようと思って、余計なもん全部削ってます。確かにシンプルでいいですね。品があって。で、アクセスを見てみると、これがもうすごく、
銀座のど真ん中ですけれども、これ会員にあたって、まあ、苦労されたことっていうのを、まあ、一通り聞かせてもらっていいですか？お金集めから、スタッフ集めから、まあ、あとなんで、このど真ん中の銀座のど真ん中にしたのかとか、まあ、そういったことも教えてもらっていいですか？僕のいわゆるその、まあ、僕は主にインスタをベースにして、そこでですね、いわゆる自分のキム先生のところで手術を受けたいという患者さんが集まってくるのが、自分のいわゆるその、なんていうんですかね、ブランディングになってるわけなんですね。こうなっているときに、皆さんが分かりやすい場所っていうので、最初は東京駅東京駅ね。のところで開業をちょっと考えてたんですね。まあ、ですけど、東京駅はやっぱりその美容外科っていうのはまずあんまり存在してなくて、そこのいわゆるテナントのオーナーさんたちとか、ビルのオーナーさんたちっていうのが、そのクリニックとかがビルに入るのをあんまり好まれない傾向が強い。なとるいうほど。ことで、で、なおかつ、やっぱりそのクリニックをオープンしようと思ったら、その実績っていうのがあって、この人だったら大体まあ10ヶ月から1年ぐらいの保証金を払って、そこのテナントとか家賃とかを払ってやるわけなので、あんたにこれができるかって、まあ、ひどいところだと、それがもっと2年とかになるわけなんですよね。で、僕の理想としてそうは、ですね。その東京駅から歩いて、雨に濡れずに来れるようなクリニックにするのが理想だったんですが、やっぱり力及ばず。そうなんだ。なるほど。ほうなほので、うほう。そういったきっかけがあったときに、やっぱり、今までのその付き合いでいろんな人たちがですね、僕のことを手助けしてくれようと思ってて、僕は今日本でですね、まあもちろん女子大循環器になって先生のもとで、ね、修行もさせてもらって、まあ勝手でもやらせてもらったりするんですけど、やっぱ、つながりというのは人からなので、この今のこの場所に対して、このクリニックのを知り合いの、その不動産をやってる先輩から紹介してもらって、それがたまたま僕はもともと昔からお世話になってる、歯医者の先生の持ち物件だったわけなんですよ。おお、なるほど。で、それを受け付くような形にしてやってもらったんですが、やっぱりお金が結構苦労しまして。そうだよね。言ってももう東京駅の、まあ、濡れないってことはないけど、まあ東京駅ね、もうすぐですよね。そうなんですよね。この場所はだから今、アップルストアの、2ブロック後ろぐらいの場所で、もうめちゃめちゃど真ん中じゃないですか。もうこれめちゃめちゃはど真ん家中です。賃がもうめちゃめちゃ高そうですけど。まあ、それもやっぱり人の力で自分なりの、正義を示しながらうまく抑え込んだつもりなんですが、もう、それでもやっぱ金字座なんで、そうそう、だよね。安くはない、金そ額りゃなんだそうと。だよね。なので、やっぱりその何事もなく、僕ってやっぱり医者、お医者さんって昔からこう金庫行くとすぐ金貸してくれるってイメージがあったんで、自信を持って、ポンと1億くらいもらえるのかなと思ってたんですけど、甘い。もう全然甘くてですね。そうかね。いろんな、もう、だから結果的には金庫も3つほど掛け持って、あ、なるほど。政府のその支援金とかを引っ張ってきて、いろいろほうほうほう。やりくりして、やっとの思いで作ったクリニックになります。なるほどね。まあ、変な話、その借金ね、マイナスのところから始めて、なかなかこう、まあ、うまく返してやっていけるかなっていう不安はもうすごくあったと思いますけれども、なんていうか、なんだろうな、このぐらいで、まあ、借金返して、このぐらいで、このぐらいの売り上げ、を見込んでっていうのは、どなたかその専門家というかね、ファイナンシャルプランナーというか、まあ、そういう人たち、そういう人と一緒にやってるんですか？最初本当に、まあ、そういう人いらないかなと思ってたんですけど、やっぱりオープンするので、この金庫の融資もそうですし、事務的なことも含めて、まあ、税理だったり、あと、ね、スタッフを共有するにあたっての、そのね、社労士さんだったり、いろんな人が必要になってくるわけなんですね。なので、この開業のコンサルタントの会社があるんで、たまたまそこにもともと知り合いも働いてたりしたこともあって、そこの手助けをしてもらってという形になってますね。なるほど、なるほど。そういうことなんですね。はい。なかなか大変。スタッフはどうですか？スタッフどうやって集めたのかしら？今何人スタッフがいらっしゃるんですか？今現在スタッフはですね、正社員、あ、今月で全員正社員になったので8人います。8 人もいる。ああ、そうなんだ。それはみんなドクターじゃなくて、その周りのスタッフさんっていう感じですかね。そうですね、ドクター僕一人で、ナースが4人と、あと受付カウンセラーという形で、今スタッフが4人いるわけなんですね。なるほど。変な話ね。やっぱり開業するって当たり前だけど、雇われん時と違って、調子悪いから今日ちょっと休むっていうわけにいかないじゃないですか。
これがね、非常にそうなんですよ。ね休むと死ぬっていう気持ちで今やってるんで、え。そうだよね。本当になんか、本当に閉めるのも自由で、開けるのも自由なわけじゃないでそうすだか。ね。うん。で、スタッフもいるわけだし、自分も休むと休めるわけなんですけど、なんかね、やっぱりそういう気持ちになれなくて、働いて、給料もらってる時よりは圧倒的にやっぱ休みも減っちゃってますし、そうだね。プライベートの時間も減ってるんですけど、そこに関して、ここ最近ちょっと考え方を変えないと、なんか本末転倒なのかな。自分も含めて、やっぱり自分も楽しく仕事をする、スタッフも幸せにして楽しい場所を提供して、患者さんが来た時に本当にそこに来て、この国に来てよかったという気持ちを作ろうと思っているにもかかわらず、仕事あまりにも疲れちゃうとそれはできないんそうで、だね。このバランスをちょっとうまくコントロールするように、ちょっと考え方を変えていこうかなと、自分の中でこうメモしたり、その手帳には書いてるんですが、なかなかできないです。なるほど。つまり、まあ結構忙しいし、そもそもやっぱり、まあまだ会員したばっかりだから、まあ、四六時中そのこと考えなくちゃいけないし、まあ、いろんな嫌なこともあるし、まあかなりメンタル的には、まあくたびれてるっていうのが実情かしら。ここでメンタルもしまともだったら、多分相当な実力者か、もう相当鈍いかと思うんで、僕も、まあ、先生そっご存知か。だと思うんですけど、結構のんきで、まあ、そうポだジよティブね。で、ポ悲観ジ的ティブな、だよね。そんなのかかわらず、僕もね、まあ、なんか、夜、もう寝れないとか僕人生なかったんですけど、寝れなくて、早く起きて、朝出勤する前にシャワーしながらゲロしたり。そっか。そうだよね。まあ、うなんです。そうは言いながらもお肌はね、まあ、つるつるで 見ありたが目とうござ元いま気す。そうではありますが まあ、忙しいのは忙しいと思うんだけれども、まあ、楽しいっていうのは、なんとかキープしてやってます？圧倒的に楽しいです。やっぱり自分の圧個倒人的的な。に楽しい。ああ、なるほど。やっぱ目指すべきところを、ゴールというのを自分が設定して、そこに対して、ただ、一番早いショット、何か、なんていうんですかね、その客観して、俺がこれをやりたい、こういう結果を出したいに対して、自分が常にそれを、舵を切れるわけなんですよね。自分で決例められえば、る。そうですね、このような治療を患者さんにこう提供して、それに得られる結果に対して、フィードバック、フォローアップして、それが違った時に、それの、こうやって路線変更だったり、そういうのもすぐできるわけなんで、おお、面白い、面白いっていうなる形ほなどんで。ね。面白いですね。そうなると、勤務形態ってどんな感じですか？何時から何時まで働いてます？ですね、今、クリニックのオープンがですね、10時から19時までなんですね。10 時から19時。最終受付が5時になります。5なるほ時ど。から17時に受付して、その患者さんが手術が終わるのが大体、夜の6時ですね、18時に。で、その後、片付けして、みんなとそのね、最後の締めだったり、今日のいろいろフィードバックをして終わるのが19時ですね。19時なので、ね。まあ、循環器内科の時代に比べると、仕事自体のその1日のその拘束時間は圧倒的に減ったんですが、でも実際はそうでもなくて、利用っていうのはやっぱり自分のブランディングとマーケティングが必要なので、そうですね。残りの時間は僕が最初美容に入った時は朝6時から起きて、とりあえず2時間ぐらいずっとインスタして、その後寝るまでずっとインスタをやり続けると今2年ぐらいずっとやって、今もそのようななる生活をほ続どけてね。ます。プブライベーラトのン時ディング間っていうね。のは今のところあんまり存在しないっていう格好で今ずっとやってます。なるほど。キーワードとしては、やっぱりその SNS とか、なんだろうな。まあ、SNS っていうくくりでいいんですかね。まあ、それを使って、まあ、自分の露出を上げていって、まあ、言ってみればファンを増やすという、まあ、ビジネそうスでモすデルっね。てことですね。それ自体は結構、まあ、順調というか、うまくいってますか？まあ、開業に至ったら、やっぱその自信がついたっても、自分に対してその信頼度を受けるその顧客がついたというのがまず一つになりますし、あと、やっぱもう技術とかその知識があったとしても、売れなければ、クリニックが潰れるわけなんですそうよ。ですね。保険みたいに、例えばある程度安定したお客さんが来てくるわけでもなく、大学病院とか、うちらが給料をもらって、そういう地域基幹病院みたいに、その場所にあるからお客さんが集まってくるわけではないわけなんですね。現実上、まあ、銀座は日本で一番美容外科と美容皮膚科が多いわけなんで、じゃあその中で、じゃあ自分がクリニックをオープンしようと思った時には、いろいろ聞かれるんです。よく銀座でオープンできましたね とか。そうだよね、そう思うよね。え、なぜそんなに激戦区でやったんですかと、もうちょっとね、血を入れた方がいいんじゃないですかとあったんですけど、
僕オープンするときに思ったのは、結果的に僕が正しくて良いなと思ってることをやってて、それに対して今、信頼を受ける患者さんたちが集まってきてるわので、それをもうちょっと物価をかけてピンクでやれば、例えば周りどんなクリニックがあったとしても構わないと。なるほど、そっオか。ープンするときに、周りのそのクリニックの例えば市場調査だって、それもう一切してないんですよ。なるほど。したところで値段合わせるつもりもないですし、したところでみんなのところと同じようなことをするつもりは全くなかったんで、ほうほうほう。どこにもないような、本当にユニークで、どこにもないぐらいの患者さんのことを思えるような、そのようなクリニックを作る。だからよくうちのスタッフに言ってるんですけど、日本一のホスピタリティを提供するクリニックを作るぞって僕は。やっぱり、それは今まで僕は循環器で思ってたんですけど、やっぱ一人一人にすごい真摯に付き合うわけじゃないですか、循環器の先生って。で、その残りがやっぱ自分の心にずっと残ってるんで、やっぱ美容に来てもその循環器のその癖が受けないわけなんですよ。素晴らしい。なるほど、なるほど。これがですね、なんかいわゆる美容になってきて、やっぱりそのお客さんって保険外っていう話になってくると、やっぱある程度金額だったり、その自由経済主義をもとにして成り立つようなシステムなんですが、やっぱり保険でやっぱそうやって10年以上ですね、そうやっぱやってるわけなんで、そうだ患ね。者さんのことに対しては、まあ、どうしても真面目に真摯に付き合ってしまう、まあ、悪いことじゃないと思うんですけど、そういったものを考えたときに、今、日本の美容の単価っていうのは、韓国に比べると非常に高くて、高い。なるほど。高いです。なので、患者さんたちがその支払ってる対価っていうのは、僕から見ると、僕の循環器の時代から見ると、ありえないぐらい、すごい金額を皆さんちゃんと払ってるっていうのを考えたときに、それをいかに返せるか。でもだって、そう言っても、だって値段を決めてるのは阿蘇だからさ。そうなんですよ。そうだよそうなんね。です。値段は僕が決めてるんで、それそうをだいよかね。に返せる。だからそう考えたときに、周りなんてどうでもよくなって、なるほど、なるほど。僕そうがだよこうやっね。て、確かに。そう、思ってることをみんなに伝えて、結果を残していけば、そりゃそう絶だ。対、うちのお客さんたちは満足するし、それが間当たり違い前ない。のに、浸透していて、クリニックは反映するんじゃないかなと思うんですよね。つまりそれっていうのは、あれですね。安いからこっちに行こうっていう、そういうビジネスモデルじゃないっていうことですよね。はい。僕のビジ確ネスか戦に。略モデルは B2F なんで、ファンを作る。B2F ね。そのファンを作るっていうのは、そのファ確ンかを作るに。ためには、やっぱファンを幸せにするっていうのが前提になるわけですね。確綺かに、麗にし確かに。て、若々しく作って健康にして幸せにすると。で、それが浸透したら、そのファンがまた次の人に僕を紹介し、そういうのが浸透してくると、勝手にお客様が僕のところに集まってくる。そうだね。そういなんや、です。確かに言われてみると、いや、向こうよりも、5万円安いから、ちょっと、なんていうか、二重、もうちょっと満足してないけど、こっちの方が こっちで満足しとくかみたいな、そういうことはありえないよね、確かにね。そうなんですよね。もちろん入り口戦略で大手のクリニックだったり、やっぱり安いからうち来てみてくださいって引っ掛け戦略はしたり、そういうのはマーケティングのやり方としては、僕も今マーケティングの勉強会とかも行っててよくあることなんですけど、見解があるんですよ。やっぱそれっ見て。解がね。安くするためには質を落とさなくちゃいけない。やっぱりそうそだこにね。対して一定の保たれた質を、あとそのサービスをホスピタルで維持しようと思ったら、ある程度時間とその患者さんに対しての本当に心だったり、その投資が必要なわけなんですよね。そのバランスをいかに取っていくかっていうのは今僕のですね、今クリニックを送ってからの毎日の悩みところであって、なるほど、そうだね。そう考えた時にやっぱり他のクリニック見ちゃうと、そこに僕がブレちゃうんで、そんな感じで安くしていいのか、そんな感じで時間をかけていいのかっていうのを自分が思わないためにも、周りとは違う自分だけの戦略。そして、結果的には、もうクリニックを作った以上は利益を出して、スタッフとかみんなを幸せにしなくちゃいけない、そのバランスだったり、まあ、こういったものをやってるんですけど、僕はまあ、ある程度自信があります。ちゃんとしたことを提供してみんなを幸せにしていけば、そのファンがついて、その中で、正当な対価をもらって、その対価をもとで、うちのスタッフも幸せにして、僕も幸せにして、僕の周りの人も幸せにできる十分な力をつけることが可能だと、そういった見込みも見えたので、クリニックをオープンして今に至ってます。なるほど。ご自身のブランディングっていうふうに言ってましたけれども、具体的にはどうやってブランディングしてますか？僕の、例えばこの、今ちょっと画面共有僕できますか？どうぞどうぞ。これが今ほう僕ほうほのう。インスタなんですけど、このような感じで。
僕のこれは入社ビアンカの時の写真ですな。やっぱり前の前職のその理事長である堀田先生がもう非常にブランディングがうまい人で、特に SNS とかっていうのを自分のアピールだったり、もう最新のものを取り入れたりするのがすごいうまくて、なるそほのど。時点で僕もやっぱりトレーニングをしたので、堀田先生とはいかないんですけど、やっぱこの SNS を使ってっていう話になるんですね。で、僕の場合はやっぱ日本語を書くことだと苦手だったりするんで、常にこうやってストーリーを使って、皆さんにこうやって語おう。りかけたり、シンプルほうほうほう。なものを。これ見た見た今日。今日はたく皆さんさのんに。花を高くしましたって。申本し当に訳ございもません。う花を10件以上やったんで、もうなんでこんなにとそう思うぐか。らいも。やっぱなシるンほプどルね。な話をしたり、やっぱり常に患者さんと身近で話をするという話で、こう、患者さん、今日はちょっとね、乗せるのが少なかったんですけど、こう、僕のね、こうやって返信が来たやつに対して、自分を足してたりですね。こう見ると、こうやって患者さんが来たものを、実際なる答ほえど。たことに対してのこれやるっていくわけなんです。だからその感動ものっていうか、そのセンパシー、共感してるものを常にここに出してて、例えば、幸せと研究をもらってます。こういったところを出していくと、皆さんから僕、どっちかというと僕、応援される立場の人間として、鈴木先生、もう頑張ってほしいっていうのはすごい強いわけなんですよね。こうやっていろいろと乗っけていくと、患者さんのこの感動の話、これを声聞こえるのかな？あ、こっちをしないといけないか。声はちょっと聞こえないね。今、多分これで聞こえる。聞こえてないわ。ごめんね。あ、聞こえないですね、そっちでは。やっぱ患者さんが、本当に本来自分が感じたもの自体を、港さんとシェアするんですね。あ、綺麗になった時の感動だったり、で、そうそれにだ対して僕ね。は幸せを感じてる姿だったり、こういうのをシェアしたり、あとは皆さんから、こういう感じで返信が返ってきて、幸せになりました。嬉しいです。お母さんとこういう話だって、こういうのシェアしていて、いわゆるその CM とか宣伝じゃなくて、本当にリアルな世の中で何をどうすればいいのか。この写真とかもこれ、患者さんが僕のために作ったチョコレートなんです。これも見たわ、見た見た。木村先生にいつもお菓子もらってるんで、こういうの作ってみましたけど、先生どうでしょうか？もう本当に感動しちゃって。なるほどね。ちなみに男性のその患者さんと女性の患者さんってどっちが多いですか？まあ女性かな。男性の患者さんって結構いるんですか？男性の患者さん割合的には1割に満たないです、今のとまあころ。そうだよね。女性が圧倒的に多くて、これからちょっと増えていくかなっていう感じなんですけど、実際にはまだ1割以下ですね。なるほどね。日本人の患者さんもたくさんいるんですか？ほとんど9割5分日本人です。あ、そうなんだ。なるほどね。そうか、そうか。わかりました。こういった時にね、やっぱりまあそうは言っても同業者とか、なんだろうな、同じ、まあ、エリアにいる人でも同じ、まあ、業界のいる人とか、っていうのと、まあコロナだから少し難しいかもしれないけれども、やっぱりあったり、まああんまり気が進まなくても、そういうサロンな、ロビー活動みたいなものをしなくちゃいけないのかなって想像もするんですけど、そういうのはどうですか？それは周りの同業者ってことですか？そう、同業者。ああ、今のところはやっぱりコロナが行く前って会食っていうのがですね、昔ほど活発じゃなくて、どっちかといえば、今はちょっと落ちたんですけど、一時期クラブハウスっていうので知り合いがバーンと増えて、ああ、クラブハウスで。ほう。それの時に知り合った先生たちとはやっぱ普通の LINE もしくはインスタの DM とか使って情報をシェアしたり共有したり、この前まあ学会とかでまた挨拶させてもらったりっていうのが多くて、実際会って何かができるというのはちょっとできなくて、本当はこれじゃなかったら、もっといろんな先生たちを先生みたいにですね、美容だったりするのももっと活動を増やして、そうだよ面白くね。やってみたいなって思うとか、もともとパーティー好きなんでね。そうだね。そうだったんですけど、今それができなくてちょっと残念なんですが、まあコロそうナだよ永遠に、ね。続くわけじゃないと僕は思ってますので、あと1年後にはそういう活動もできるんじゃないかなと思ってます。そうだ、一番の得意技だよね、本当はね。そうなんですよ。なるほど。まあ、少し 踏み込んだ話ですけれども、なんていうかな、やっぱりあんまり、美容形成っていうものに造詣が深くない僕らからするとですね、
鼻を高くするだけで本当に満足するかなっていうか、鼻を高くしたら今度は、顎を削りたいとか、次は、何々っていうのがね、やっぱりどん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 でこう欲が出てきちゃうっていうか、すごく古い言い方をすると、やっぱり外見は、なんだろうな、どこまで行っても外見でね、もう欲が、尽きることはないんじゃないかなっていうようなこと、思っちゃうんだけど、その辺はどういうふうに考えてます？ごもっともな話で、僕は美容に入って一番感じたことっていうのはですね、やっぱ皆さん普通に僕から見ると可愛くて綺麗なんですよ。なるほど。なのにもかかわらず来た時に自分のマイナスなネガティブなポイントを探すケースが多いんですね。それでやっぱり心だったり精神的にそのようないわゆる悪循環、ビシアスサイクルに入っちゃってるんで、そう思う。そのような方に例えば先生おっしゃってるように話を高くしたとしても、次は二重かな、そうだ次よは顎かね。なってそう感だじよなんです。ね。なので僕はそこをやっぱトータルケアってことで、こっちにも書いてあるように、心身ともに豊かになるような内面、心までトータルビューティーケア。まずはいらっしゃった方が何か悩みがあったときに、その悩みを先に、一般的な美容外科皮膚科というのはやっぱ悩みがあります。あ、やっぱそこはね、本当そう。早くそれを直した方がいい。なので、これをやりましょう。みたいな感じが一般的な流れなんですけど、僕の中では、いやいや違うぞ。まずは自分が持ってる素晴らしいところを先に見ましょう。その他の足りないところを僕がサポートしたらもっと素晴らしくなりますよ。だけど、やっぱ一番は自己愛。自分が自分のマジ愛せないと、だから自分のことここにも入ってたんですよ。自分のことを愛することが否定し悩みつけるバカったばっかなんですが、自分をまず認めないと永遠にその悪循環から出れないわけなんですよ。だから、うちにいらっしゃる患者に関しては僕はまずそこのポジティブな心を、まず自分を認めて、自分が好きになれるようなことを手助けをしてあげたいなっていうのが最優先事項になって、その中でちょっとした自信感をつけるために、肌がきれいになったり、例えば鼻が高くなったり、もっと若々しくなったり、自信がつくわけなんですよ。で、そこから悪い方に転ぶんじゃなくて、いや、良くなったね、そこで自信ついたですよね、じゃあ自分もっと好きになりましょう、その後また手助けしますよ、なので悩まなくていいです、あなたそのままで素晴らしいってことを伝えたい。まず持ってる気で自分が自分のことを愛せないと誰にも愛されなくなるんです。で、自分のことを愛せないといくら綺麗にしても満足しないんですよ。だそこの悪い悪循環を断ち切るのが僕の最大の仕事じゃないかなと思ってます。面白いね。だから必ずしもそのメスを使わなくてもそれができるということですか。そうです。で、そのような感じで、もしメスが必要な場合は、もちろんメスを使ってのオペも僕は全然進めます。ただ、その進める前に、その人の心、いわゆる心構えを作る土台を一緒にシェアしてもらって、やるということなんですね。すごくよくわかりました。ということは、なんていうか、自信をつけてあげるための一つの手段としての、お肌だったり、鼻だったり、二重だったり、そういったことですよね。だから、それプラス、そのメンタルなサポートというか、そのコミュニケーションっていうのも非常に、やっぱり時間を割く必要があるっていうことですよね。そうです。なので、初診の枠1時間とか、もうもち1ろん時患者間さんを望ね。めば、もっと長い時間、1時間かけて患者さんも話をしますし、その美しさの基準、トレンドというのは必ず、流行りがあって変わるそうよ、ださよすがに。ね。そうだよね。昔はこういう花が良かったり、最後ね、絶対幅広の平行がいいとかっていうのが、そっか。国と時代によって変わってくるわけなんです。一時期韓国で人気だったのが今日本に流れてきて、韓国はそれはもう真逆のとこ今やり始めてる。そうだよね。そうだよね。そういうのあるよね。狭くして戻すようなオペが今大人気で、ナチュラルビューティーみたいな感じで。だからそういうのを考えると、答えって存在しないわけなんですよね。確かにね。そうだね。そうなった時に、やっぱり圧倒的に答えとしては、やっぱ若々しくて綺麗な肌っていうのは絶対不変のあれはもう真理なので、それはもう進めましょう、まず進めましょう。その感じに関しては、トレンドが変わっていくけど、それにぶれない自分の中の自分の美の基準を見つけ出すってことがすごい大事なんで、これをまずしっかり持って、変わっていく自分を楽しめる自分を作って、それで楽しみましょうっていうことをしないと、やっぱりもうそれ波によっても全部変わって、確かにしましね。ょうっていうので、なんかちょっと間違った路線に一回入っちゃうと、本当とんでもないような結果で戻ってきたりするので。本当にすごいそう思うけど、確かに、麻生が言うように、肌が綺麗とかね、肌ツヤがいいっていうのは、
すごく自信には多分、特に女性なんかはなるでしょうね。しかも、このコロナになってね、家にいる時間が増えたりして、そしたらもう自分の顔鏡で見る 時間とかがやっぱり増えたりすると、余計そういうことを感じるのかもしれないですね。もう感じまくると思いま そうだね。よくわかりました。まあ、先ほどこれ始まる前に少し話してたんですけど、やっぱり韓国の、美容って、まあ、かなり歴史が古いっていうか、かなりカジュアルにみんなやってる人が多かったんでね、技術も、まあ、進んでるだろうし、その受ける方の、その心のっていうか、モチベーションのハードルも低いと思うんですけど、まあ、今後日本でもそういうふうにハードルが下がってきて、結構、みんな、まあ、やるっていうかね、っていう時代になりそうですか？あ、もう時代のもう流れはもうそっちの方にも流れ始めてるんで、うん。なんていうんですかね、まあ、以前、僕が例えば高校生とか中学生はやっぱ韓国も同じような流れだったんですよ。美おお、容なる整ほ形ど。やる、美容整形をした私がバレるなんてみんなに内緒とかって、ああ、と絶やっぱり対に、そういう時代があったんですね。はい、芸能人とかも、いや、私してませんみたいな。それうん。がやっぱ時代がね、変わるようなね、何かターニングポイントがあって変わってて、韓国だと、ソウルとか行くと普通に地下鉄に鼻のオペしたりとかですね、ここ、鼻を固定したまんま、めっちゃ顔パンパンにむくんだままグラサンつけて、電車乗って帰るんですね。まだ日本そこまではないと思うんですが。だからいわゆる美容整形が集まってるところのコーヒーショップとか行くと、ああ、やってんな、あの人二重の設計、この人鼻をしてプロテで入れて、この人、お、こっち切りみたいな感じの、なるほどね。座ってるわけなんですね。日本はやっぱりそれに比べると、今でも、いや、美容でなんか顔いじったなんて言っても、実際、今、日本もこっそりと二重はめちゃめちゃ多くて、で、やっぱり SNS の時代になってから、いわゆる私、美容整形をしてますみたいな人たちが、インスタだったり、YouTube だったり、あとツイッターだったり、自分をそれを自分のブランディングとして出すわけなんですよ。みん逆なにさんは、ね。そう。だから美容整形で YouTube で検索すると、もう本当に何十万人のフォロワーを持ってる一般の女性とかが、いや、ダウンタイムこれ大変だったんですけど、そういったのを見てる人たちなんで、どんどんいわゆるハードルは下がっそうてだきよた。ね。そうだね。で、また今やっのぱり、若い人って、やっぱり綺麗になるんだったら、そうだよね。韓国のスターも世界に進出してるし、そういう影響も多分にありますかね。そうですね。憧れのあの人が綺麗になるのが美容整形の力だったら、なんで私はダメ？もうだったそうら、だやね。っぱ綺麗になって幸せな人生を送りたいって素直に思えるような時代なんで、日本はこれからもっともっと増えていくと思います。いや、本当にその通りだと思います。なんていうか、まあ、バリエーションもね、まあ、なんていうか、増えて、とにかく、まあ、シリコンを入れたり、ね、ぬんぬんかんぬんっていう、まあ、少し古い時代の、まあ、固定観念から我々も、なんていうか、少し脱却してですね、まあ、アソンが言ってるように、なんていうか、元気になるための一つの、この、サプリメントとして、まあ、考えるっていう、そういうマインドチェンジも必要なのかもしれないなってお話聞いてると思いますね。はい。そしたら、じゃあ、アソンのですね、今後の展望というか、まあ、予定、計画、なんていうのがもしあったら教えてもらえますか？やっぱまず最初はこのクリニックを潰さないことが最優先。そうだね。まずクリニックを安定させて、やっぱり僕ってやっぱり日本と韓国の、まあ、駆け足みたいな仕事は昔からずっと持ってたんで、まあ、韓国でいいものを日本に持ってきて、日本の病院の先生たちに紹介したり、そういった活動もしたいですし、もうやってるよね、でもね。はい。で、それをもうちょっと今コロナでちょっとできないのものを、まあ、学会までは立ち上げとはいかなくても、勉強おうおう。会をもうちょっと作ったり、ああ、そういっ面たこ白いとをね。今後していきたいなと思いますし、なるほやっど。ぱり今、クリニックがですね、まあ、そんなに大きくわけじゃないんで、クリニックの希望をもうちょっと大きくして、同じこういった考えに共感できる患者さんを増やしていって、まあ、できるだけまあ幸せな人生を送るような、そういう提案をしたりっていうことをしていきたいなと思っています。いや、素晴らしいね。いや、本当に、なんていうか、朝も美容クリニック立ってた、院長になったらしいよっていうのはね、まあ、もちろん知ってたわけだけど、やっぱりこうやって具体的に話を聞いてみると、なんていうか、非常にその目的がはっきりしてるし、まあ、手段も非常にシンプルだし、まあ、もちろん、リスクをね、取って、やってるわけなので、まあ、絶対安泰かと言われるとそうじゃないかもしれないけれども、完全にやっぱり偏見でね、あいつ循環器やめて美容に行ったよっつってね、
後ろ指させ、まあ、かねないと思うんだよね。まだ我々のこの固定観念というかね、古い考えだと。だけど、やっぱりこうやって、なんだろう、自分のやりたいことをちゃんと、やって、まあ、満足して、お金も稼いでるっていう姿を、もう今日、初めてというか、ちゃんとお話聞いたの初めてだったんで、非常に素晴らしいなって思いました。で、まあ、もちろん、潰さないことっていうふうに、謙遜で言ってますけど、ただやっぱり8人の従業員を抱えている、まあ、院長先生なので、まあ、そのリーダーたるものですよね。もう皆さんに必ず最後聞いてるんだけど、アソン先生のですね、理想のリーダー論っていうのを最後に聞かせてもらっていいですか？はい、うちのですね、クリニックの理念というのがありまして、自己愛をベースにして他人への愛を実現し、周りを幸せを得るというのがうちの理念なんですね。ほうほう、素晴らしい。そうなんですよ。で、僕が思うリーダーというのはですね、今までのいわゆるボスとかいろんな形のタイプのリーダーがいるとは思うんですけど、自分が思うリーダーというのは、やっぱり周りを幸せにすることができる人。力ない相手のは結果的に無力で嘘だと僕は思ってるんで、自分がしっかりとその力をつけて、愛を常に周りに配って、それが周りに浸透できるような感じで、なおかつ、まあ、給料だけを配るわけでなく、その人たちのですね、夢だったり、そういうのを実現できる、そういうサポートができるような、そういう存在が僕はリーダーだと思うんですね。だからうちに入ってるナースさんだって、受付カウンセラーが永遠にうちのクリニックで働くわけだから、自分たちがもっと羽ばたける夢があるんだったら、そういうのも応援したいですし、そういうのがちゃんとできるような職場作り、組織作りだったり、そういうサポートができるような力をつけて、みんなに対して、みんなはここでクリニックで仕事して、10時、熟時に帰って、家に帰って、それじゃなくて、例えば1年後先だったり、3年後先だったり、5年後先だったり、自分たちのビジョンをちゃんと自分たちの中で夢を作って、それに対して行くルートだったり、そういったものを僕が提示できるような、そういうリーダーになっていきたいなと思ってます。なるほど。力を持って、その力でみんなを幸せにできる。まあ、そういはい。う人ってことですよね。そうですね。よくわかりました。ありがとうございます。やっぱりそのためには、まず力を持たないといけないっていうことが大前提で、もちろんその、ためっていうか、その一つとして、まあ、10年間の循環器での修行っていうのはもう全然やっぱり無駄になってないし、あとはまあ、世界で働きたい、世界で仕事をしたい。で、みんなを幸せにしたいっていう、まあ、もともとのですね、まあ、アソンのキャラクターっていうのかね、そのポジティブな思考っていうのが、まあ、結実した結果なんじゃないかなっていうふうに、感じました。ということでですね、今日は、クリニック経営の、キム・アソン先生、まあ、もともと僕らの仲間ですね、お仲間で、循環器から、まあ、華麗に、美容形成の世界に、まあ、転身した、まあ、仲間を、まあ、遊びに来てもらって、いろいろお話聞きましたけれども、僕らもですね、やっぱり必ずしも美容とは限らずですね、これからその自分で独立したりとかっていう人たちがやっぱり増えてくる年代だと思うので、非常に参考になったとなると思います。ということで、麻生先生、今日はどうも大変貴重な話をありがとうございました。ということあで、りがとうございます。はい。明日からもコロナに気をつけていってらっしゃい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。